はい、毎日学習会の林です。よろしくお願いします。今日は慶応の帰国生入試と他の早慶上智の栄養入試を併願するときの、注意点としてどういうものがあるかというところを一通りお話しさせていただければなと思います。よろしくお願いします。で、まあ、慶応の帰国生入試っていうのは多分その、まあ、SLC の栄養とかと比べるとこう提出しなきゃいけない書類ってそんな多くないんですよね。まあ、その早慶上智の栄養に関して言うと慶応の SLC とあと慶応の法学部フィットの入試の提出書類がやっぱりかなり出願の量としてやっぱり多くって、そこのところをどういうふうにしなきゃいけないかっていう問題が常に出てくるわけですよね。他のものに関しては、まあ、そんなに多分提出書類がものすごいべらぼうに多いものってないので、まあ、とはいえその英語だけで受けれるやつでも15回ぐらい早慶上智チャンスあるので、まあ、それ全部出そうと思うとなかなか結構そのしんどい量があるんですけど、でも例えばその、まあ、早慶上智で8学部受けるときの準備量と SLC1 学部受けるときの準備量って大体同じぐらいなんですよっていうふうに考えると、まあ、その時にどういうふうな形でやっていくかっていうふうなところが、まあすごいこう大事というか、まあ、必要なところで、そこをちょっと考えなきゃいけないというところがあるんですよね。っていうふうなところで、まあ、いろいろこう見ていかなきゃいけないっていうところはすごくあると思いますので、ちょっとそういう感じですね。そういうところで、どういう形でやっていくのかっていうところが、まあ、ものすごくこう話としてはやっぱり必要になってくる部分かなと思いますので、改めてそこの部分はちょっとこうご確認を、いただければいいのかなというふうに思っています。あとはまあそうですね、そのなかなかこう作成スケジュールとかどうするかとか、まあ、いろいろこう難しいところってあるかなとは思うんですけれども、まあ、そのボリュームが多い入試とその入試いっぱい出すっていうタイミングが被ると結構きついですよね。例えば慶応の SLC でいうと冬 AO は、まあ、提出が1月の後半とかだと思うんですけれども、その後例えば、まあ、上智の SPSF とかあと早稲田の SPSE とか、まあ、その辺も一次募集二次募集とかってあったりするのであれなんですけれども、いわゆる上智の国際教養とかあと例えば、慶応の経済のパールとか、まあ、一次募集とかで出すって形になると結構 SLC の冬 AO と被るんですよね。でそうするとなかなかちょっとこう時間的にそれ両方ともやるっていうのがしんどかったりとかする部分はあるので、そこをどういうふうに整理していくかとか、場合によってはこうテーマとかある程度似たようなものにして、まあ、SLC で調べた内容を他のものにも使えるような感じにするとかで、こう作業時間のこう短縮を図ったりとか、あとまあもう一つ言うとやっぱりこう作業時間が多い AO なんで、そこに時間を割かれちゃって結局 SAT とか A レベルができなくなっちゃうっていうのも、まあ、よくある問題ではあって、で、まあ、特に SAT ですね。 SAT は何回も受けれるんで、そこをどういうふうにするかっていうところがかなり大事かなと思うんですけれども、そういうところをまた改めて考えていかなきゃいけないっていうところの難しさがすごくあると思うんで、そういうところをこうまた考えてやっていくっていうところが話としてはすごい大事だと思うんですよね。でそこの部分をこうどういうふうな形でやっていくのっていうところが、すごい求められてくるかなと思いますので、ちょっとそういうところを、しっかり考えてやっていってほしいなっていうのは思っているところで、そこはできるかどうかが鍵だと思いますので、ちょっとそういう形でやってみていただければなと思います。よろしくお願いします。